どんちゃニュース。はい、ということで今回なんですけど、もう早いものでね、22年 SS が、始まったということなんですけど、今回はメゾン三原康弘から、22年 SS の新しいアイテムが入ってきましたので紹介したいと思います。で、入ってきたのが、今回スニーカーが、2型の各2色なんで全部で4種類入ってきてまして、で先に言うと三原康弘のスニーカーに関してはアッパーの部分はスニーカーの中では定番と言われる、まあ、誰しもが一度は見たことあるようなモデルが、まあ、何台かとかあると思うんですけど、それを元にそれをベースにしてオマージュして、でスニーカーのそのソールの部分をブランドオリジナルのものに変えて、パッと見はあれどっかで見たことあるな、あのモデルじゃねえかな、だけど、ソールの部分は全然違うみたいな、その既視感と違和感のミックス感が魅力かなと思うんですけど、まあ、今回もそういった系のそういうベクトルのアイテムが、入ってきたんですけど、まずね一つ目が、はい、こちらですね。はい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 、まあこれなんかね口で言うよりね、もう物をね見せた方が絶対いいし伝わる気がするんで、ちょっと見せるの重視でいこうかなと思うんですけど、はい、こういう感じで、まあモデルですね。あのモデルを、オマージュして、で、先ほども言った通り、ソールの部分ですね。ソールの部分をブランドオリジナルの、ちょっと独特な、いびつなね、形状したソールになってるかなと思うんですけど、まあ、このソールはね、デザイナー自身が粘土で形成して、造形して、それを、型取ってこう落とし込んだ、感じなんですけど、まあ、なんかよくよく見るとね、なんかこう、溶岩が溶け出したかのようなね、造形かなと思います。なんか本当に唯一無二というか、他では見ないような形かなと思います。ここがやっぱね、このソールがめちゃ特徴あっていいかなと思います。で、見た感じパッと見ね、結構ボリュームあるように見えると思うんですけど、ソールもまあまあ厚めなんで、ですけど軽さがねめちゃ軽いです。この見た目ではね、想像できないくらい超軽くて、で僕履いたことあるんですけど、履き心地もねやっぱ見張りやすい色ってことで安心の、履き心地でしたね。はい、でまあデザイン的には横に MMY でブレイキーと、まあこれがね、全部刺繍で入ってるんですけど、まあメゾン三原康弘のブレイキーっていうのは、このスニーカーの片名ですね。で、あとはかかとの部分にも MMI とプリントが入ってて、あとはこのタンの部分にも、タグが付けられてるって感じ。で、紐は結構太めかなっていう、感じなんで、なんかソールもちょっとごつめというかボリュームあって、紐も、割と太めなんで、パッと見ね、ちょっと可愛らしい。差もあるんですけど、ここのソールの部分のこのユニークさもあってみたいな、まあなんかね非常に履きやすいかなと思います。はい、こんな感じで、これが今1色目ブラックとホワイトの感じと、もう1色がオールブラックですね。はい、でこのアッパーの生地は、コットンの、まあ、キャンバス地、になってまして、ブラックの方で言うと、まあ、色合い的にはこんな感じですね。オールブラックで、うん、で、このソールもちょっとマットなブラックというか、なんかめっちゃテカテカしてるっていうよりかはなんかタイヤっぽいというか、でちょっと光沢感はあるんで、なんていうのかな、本当ゴム、まあゴムなんであれですけど、なんかいわゆるよくあるゴムの光沢感とはまたちょっと違ったツヤ感があるというか、そこら辺の色味もねなかなか面白いかなと思います。はい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 、っていうのが、一型目で、二型目なんですけど、こんな感じです。はい、二型目が、はいはいはい。これもね、まあ、パッと見で、あれあのスニーカーじゃねって思った方いるかもしれないんですけど、まあ、やはりこのソールの部分がブランドオリジナルになってまして、はい、こんな感じで。はい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 、はい。はい。で、ソールの部分はオリジナルで、なおかつこの2の部分もこう、覆っちゃってる、まあ、2キャップみたいな。感じになってるっていうのと、あとこっちはベースの部分、アッパーのベースの部分はここはねベージュのキャンバス地なんですけど、この黄色の部分はスウェードで、こうちょっとパッチワーク調というかで切り替わってまして、でこのスウェードの部分はねカッティングがこう波打つ感じだったりとかで、ちょっとパッと見模様っぽいというかね、風にも見えるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このサイドの部分だったり、あとはかかとと、あとストラップの部分と、あとこのアイレットの、ここの両サイドの部分がスウェードで切り替わってるって感じです。で、先ほどと同じく、タグが MMI とタンについてまして、こっちは、ソールに刻印で MMY と、入ってるって感じ
です。でこっちの、まあ、2色でね、もう1色はホワイトに、ライトグレーのスウェードで、切り替わってるんですけど、このベージュの方、ベージュとイエローの方はなんかカラーリング的にね、なんかトレッキングシューズっぽいなと個人的には思いまして、で先に言っちゃうとね、僕今回ねこれ買いました。もうね、久しぶりにスニーカー買ったんですけど、めっちゃいいやんってなって、買ったんで、まあこっちだけね、こっちだけにはなっちゃうんですけど、あと実際に履いてお見せしようかなと思うんですけど、まあ1色目がベージュ、まあベージュイエローブラックみたいな、はい、こういう感じです。はい、で、もう1色が一気にね雰囲気がガラッと変わって、もうクリーンなホワイトに、ライトグレーみたいな感じですね。はい、まあ色合いが変わったっていうだけなんですけど、結構印象も変わったんじゃないかなと思います。特にソールの部分とかもね、なんか白と黒でだいぶ見え方が違うのかなっていうのと、まあこの切り替えの色合いもねめちゃいいなと思います。この白の方で、こっちはまあこのクリーンな状態で履いてもいいんですけど、なんか個人的にはなんかガンガン履いてね、汚していきたいなっていう、まあ汚していきたいって言うとちょっと変ですけど、なんか汚れがなんか自然について履き慣れた時の、なんだろうな、ピッカピカじゃない感じが逆に味になって、よりかっこよくなるんじゃないかなと思います。このソールの部分がちょっと黒ずんできたりとか、なんか汚れついたら、かっこいいんじゃないかなっていう気がします。ということで、さっきも言った通りね、こっちは買ったんで、この後実際にどんな感じなのか履いた感じを お見せできればなと思うんですけど、その前に、お値段とサイズ展開、なんですけど、まずこっちの、ブレイキーとモデルに関しては、3万円税抜きです。3万円税抜き安いで、サイズ展開が、41から43です。全てサイズ展開全て41から43で、こっちの方は、お値段が3万4000円税抜きです。でサイズ展開は、さっき言った通り41から43です。ということで、まあ、サイズに関してはちょっとむずいんですけど、個人的に履いた感じではこっちの方はなんかね、紐が太いっていうのと、そこまでめっちゃキュッて縛れないのと、あとはこのかかとのここの部分、ここの部分がちょっとスベスベな感じがするんで、ジャスト目で履いた方がいい気がします。なんでだいたいイメージ的には僕はエアフォースとかスニーカーとか27ぐらい履くんですけど、まあ僕は41サイズみたいな感じ、まあある程度は締められるんであれですけど、なんかブカブカにちょっとなるのがあれ怖いなって方は41とかちょっとちっちゃめの方を選んでいただくといいかもしれません。まあちょっといろいろ好きな好みのサイズがあると思うんで、そこは判断いただければなと思うんですけど、まあそんな感じで、早速履いていきたいと思います。はい、ということで実際履いてみるとこんな感じです。はい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 、どうすか良くないですか。僕スニーカーマジでね最近全然買ってなかったんですけど、これめちゃいいなと思って展示会で買おうと思って買ったんですけど、こんな感じですね。なんか履いてみるとそこまでこのスニーカーのソールのボリューム感も気にならずなんですけど、まあある程度ボリューム感もあって、紐も太いんでちょっと可愛らしさ、やんちゃ感というか、もう出てるんですけど、まあよくよく見るとね、このソールの造形だったりとか、このスウェードのカッティングとか切り返しとかがめちゃなんかいい味出してる気がします。はい、こんな感じで、はいはいはい。で、履き心地はねやっぱめちゃいいですで、個人的に好きな点としては、このタンの部分のねここですね、ここの後ろのスウェードのカッティングのこの波打ってる感じがなんかね、ちょっとしたエッジの効き方なんですけど、ここはすごい気に入ってますね。はい、こういう感じで、ということで今回こんな感じだったんですけど、ぜひ気になった方ね、いましたら概要欄にアイテムページに飛べる URL 貼っときますので、チェックしていただければなと思います。はい、そんな感じでした。また。